リュウさん何ですかこれは。これは見てわかるでしょ、サメ。はいどうも、荒川です。荒川といえばドブでトワミとイメージがあると思いますが、さすがの荒川も沖縄まで来たらね、綺麗な海に行きたいんですよ。ということで、綺麗な海のとんでもない生き物を捕まえて食べていきます。それでは海の中に潜っていきましょう。早速画面中央に鮮やかな熱帯魚がいました。こちらをゲッチュ。このお魚は毒がないのにね、毒がある魚の真似っこをしてて、見た目ほとんど変わんないんですよ。面白い魚っす。お次のお魚は映画ファインディングニモのドリーでも有名な南洋ハギです。こちらのお魚観賞魚なんですけど、リュウさんがずっと食べたい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 言ってるんで、荒川捕獲しました。潜ってね、ドリーを追い込んでって網に入れてゲット。今回こちらの食材は動画の最後に食べるんで、ぜひ最後まで見てね。ちなみに観賞用とね、食用魚で2匹取りました。お次は何やら岩の陰に魚が隠れているようです。ちらちらとね、岩の中を覗いて手を突っ込みます。そして網の上の方から魚が生えてきました。ゲット。こちらはニシキヤッコと呼ばれるね、線が体に入った鮮やかなお魚です。実は幼魚の頃は1万円もする高いお魚だったりします。お次の魚は YouTuber が紹介する回数が多くて有名になったお魚、ミノカサゴ。ヒレには猛毒がいっぱい入ってますが、実は唐揚げにすると美味しいです。ちょっとサイズがちっちゃいから今回は見逃してあげましょう。天井を向くと別のミノカサゴの仲間、キリンミノカサゴがいましたが、こいつも見逃してあげましょう。お次は黄色い熱帯魚。結構すばしっこいんですけど、岩穴に押し込めばこんな感じで簡単に取ることができます。こちらのお魚はツノダシという名前です。お次は画面中央にいるタツノオトシゴにね、近い仲間であるヨウジウオです。このお魚、網をね、見切ってしまって、ぴょん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 逃げてしまって諦めました。お次は頭をひょこっと出した可愛らしいウツボちゃん。だいたい穴に引っ込んでるウツボは取れないんで諦めましょう。お次はサクッと捕まえましたが、ちょっと珍しいお魚が取れました。こちらのお魚はね、オイランヨウジと呼ばれるヨウジウオの仲間ですね。すごいね、尻尾が赤色で綺麗で、まあ、全体的に赤と白の見た目がね、美しい魚です。これはね、岩の穴の奥とかに隠れてて、普段はね、ダイビングとかで見られるんですけど、沖縄だとね、浅い場所にもいます。さて、お次は唐揚げくんことミノカサゴですね。こちらの個体捕獲したんですけど、後で見たらリュウさんのキャプチャーに入ってたんで、こいついいやと思って逃がしました。ちなみにこちらのキリンミノカサゴ、数あるミノカサゴの種類の中でも一番毒が強いと噂されてます。実際どうなんでしょうね。刺された人コメントで教えてください。さて、お次は南ハタタテダイという魚が引っ込んだんで、ちょっとね、棒を穴に入れていきます。そうするとね、逆側からね、ヒュッと出てくるんで、それをそのまま取ります。魚はね、どこに隠れてるか予測してあげると、こんな感じで簡単に取ることができます。やっぱね、水がメインのフィールドが魚なんで、海の中にね、人間のフィールドでは陸を捨てて海の中で魚に勝つと、やっぱね、気持ちいいってね、なります。では続けて撮ります。お次は猛毒のフグちゃんを捕まえていきます。魚くんの頭の上に乗っかってる魚くんの本体がちっちゃい頃はね、こんな感じのサイズなんですよ。これが大きくなると魚くんが生まれるらしいんでね。お次のお魚はチョウチョウウオの仲間なんですけど、ちょっとね、海の魚に詳しい人がいたらびっくりするかもしれません。ゲットしました。こちらはね、花黒チョウチョウウオという風に呼ばれるチョウチョウウオで、線がね、斜めに入っているのが特徴的なチョウチョウウオです。で、この子はね、結構サンゴとかその周りにいるお魚ですが、サンゴからね、うまく追い出して岩場とか砂地の何もない場所に、ね、追い込んだら一瞬で取れるような感じです。お次は巣穴に引きこもるちょいとめんどくさいハゼを捕まえてきます。このハゼはね、ハタタテハゼと呼ばれて、すごく見た目が可愛いですよ。網に入りました。さあ、この後浮上していくだけです。ゲッチュ。こちらがですね、ハタタテハゼっていう魚です。見ての通り、背中にピョンってハタみたいなのが生えてるんです。荒川です。このモノマネめっちゃ悪意ないっすか？コメントのみんなさ、似てる？これ。ちょっと似てるか似てないかコメントで書いておいてください。こんな感じで今回は熱帯魚を捕まえてきました。さあ、それでは本題のサメを捕獲していきましょう。陸上では何でも毒生物を食べたり悪いモノマネばっかしてるリュウさんですが、水中ではね、ピカイチなんですよ、この人。
このサンゴの下、テーブルサンゴの真下にどうやら獲物がいたようです。視聴者のみんなも沖縄でシュノーケルしたことあると思うんですけど、こんなサンゴのちっちゃくて狭いね下にね、実はサメが潜んでたりするんですね。荒川も驚かされました。一旦浮上して呼吸を整えます。何せ戦う相手はサメです。万全の準備が必要です。ほんとね、こんな環境でサメがいるんだなーって改めてね思いますね。さてそれでは潜航開始です。網をね奥の方に突っ込んで隠れてるサメを追い出していきます。はい、ゲッチュー、結構暴れてますね。やばこれ、普通に網破れたらこいつ噛みついてきますからね。まあそもそもそんなに気性が荒くない眠りブカっていうサメなんですけど、こんなことをしてたらね気性が荒くないもクソもないです。ということで今回のメイン食材はギョテラシーチャンネルリュウさんによって捕獲された眠りブカですね。ここで一つ言っておきます。サメを捕獲することは、このリュウさんは本当に知識があるからこそやってもいいんですけど、知識がない方、わからない方は絶対にやらないでください。万が一噛まれたら本当に危ないです。あと、そもそもこのサメは本当に気性が荒くないサメなので、万が一見てもね、ビビらずに、ね、ゆっくり観察するようにしましょう。間違っても手出して捕まえないでくださいよ。それでは動画序盤にドリーを一回捕まえましたが、もっと大きいドリーがいたんで捕まえていきます。こっちは食べ頃だったんですよ。結構ハギの仲間はすばしっこいんですけど、リュウさんとね、荒川で容赦なく挟み撃ちをして、穴の中に引っ込みました。そしてね、荒川が呼吸を整えてるうちになんかリュウさんが取ってて、荒川に手渡しされました。こんな感じで今日食べる分のドリーも捕獲成功です。お次は視聴者さんの中でもね、好きな人がいると思うんですけど、アニメ呪術廻戦のオープニングにもなっていた縦縞巾着ダイというお魚を捕まえていきます。このお魚は成魚になると模様が変わるプラス穴の中にへばりつきます。今回は穴の中に追い込んだんですが、なんとね、手を突っ込んだら目の前に飛び込んできて逃げられました。沖縄の海の中は夜も面白いんですよね。画面中央に銀色と赤色っぽい魚がいると思うんですけど、このお魚、宝石金時という魚です。素手で捕獲します。このお魚は夜になると、まあ、リーフエッジとか暗い場所にひょこっと出てくるんで、たまーに取ることができます。ただね、捕まえた後すばしっこく逃げられましたが、もう一回網で捕獲することに成功しました。初めて撮ったんですけど、多分寝ぼけてたのが起きたのか、めちゃめちゃ暴れられた末に逃げられました。お次の穴の中は、ニシキヤッコとかとね、同じ種類のサザナミヤッコというやつがいました。画面の方に見えてるね、青っぽいやつがそれですね。で、これを穴の中から追い出して捕獲に成功です。それでは最後のお魚を拾いに行きましょう。こちらのお魚は、ちょうちんです。いや、フグですね。荒川がちょうちんと言った理由はすぐにわかります。そう、ライトをね、フグに当てるとピカーッと光るんですよ。ピカーッと。これめっちゃ可愛くないですか？ピカーッとね、フグちょうちんみたいに光るんですよ。いや、これが面白くてね、夜になるとこうやってね、ピカーッと光らせるためにたまに捕まえてます。ということで、海の中の映像どうだったでしょうか？それでは陸上に行きましょう。何通もん撮ってきたんですか？いや、見てわかりますよ、サメは。いや、だから、なんでこんなもん撮ってきてるんですかっていう。いや、なんか、岩の下じゃないや、サンゴの下覗いたらさ、はい、プラプラーって泳いでて、うん、食えそうですねーって。ああ、美味しそうだったんですね、ちょっと。美味しそうに見えちゃって。なるほど。ね、完成しました。南洋ハギの姿作りでございます。えぐいっすね。毒々しい色。はい、ということで今回はね、捕まえたドリーをリュウさんがさばいてくれたので、こちらを食べていきます。まあ、見た目はね、この青色でなんか毒々しいんですけど、刺身の方は白くて、まあタイとか白身魚みたいな、割と美味しそうな見た目をしてるんで、ちょっと味は期待してます。それでは、いただきまーす。さあ、お味の方はいかがでしょうか？普通に美味しい。
食えるでしょ。なんか、まあ、コリコリしてるし、まあ、臭みもないし、一番最後になんか旨味成分みたいなのが上がってきますね。そうで、お醤油皿見てもらうとね、若干油もちゃんと浮いてんだよね。あ、ほんとだ、浮いてますね。なんか全然油なさそうな見た目してるのに、そう、油もあるっちゃあるね。